豊吉に、無機化学を教えたヘンリー・エムフィールド、ロスコー豊吉に、有機化学を教えた、カール・ショル・レンマー・高松豊吉から1937年9月27日は、日本の科学技術者、応用科学者、工学博士、東京ガス元社長。東京の浅草安部川町にて、代々名主を務める高松家の長男として生まれる。大学南校。 改正学校普通科を経て、東京大学で科学を専攻。1878年、卒業後翌年留学し、英国、ドイツで学ぶ。1884年より、東京大学教授を務め、1886年からは、帝国大学の発足とともに、東京帝国大学校科大学応用科学科の教授を、日本人として初めて担当した。 1888年工学博士修得。東京職工学校でも職選学について教弁を取った。1903年に教授を退職。同年、実業家で東京ガス株式会社初代社長を務めていた渋沢栄一から混成されて東京ガスの常務取締役を務め、1909年から1914年まで第二代東京ガス社長に就任した。 同年1914年に東京ガス社長を退職し、この頃の商務省に設置された科学工業調査会の筆頭委員となって、科学工業の育成に尽力した。1915年から1924年にかけては、東京工業試験所の第二大所長を歴任した。その他、理科学研究所や学術研究会議の設置に貢献。工業科学会。 日本薬学会などの会長や役員を務め、技術史学者の山崎敏夫は豊吉を日本の工業科学の元老と評した。また、技術評論家である星野義夫は豊吉の生涯を日本の科学技術界の教育、行政の発展そのものと言って良いほどであるとも評した。1923年3月10日に学士委員会員に選ばれた。 1852年10月23日、江戸の浅草安倍川町の名主だった高松騎平の次男として生まれる。はじめは洋楽を志したが天文台の役人について関数字を学び、収めた。明治維新後の1871年に下級武士の登竜門であった高新生に選出されて大学南校に入学。改正学校を経て1875年に、 東京大学の理学部科学科に入学して、イギリス出身の科学者で親とい,い外国人として当時、東京大学で教授を務めていた、ロバート・ウィリアム・アトキンソンから、分析科学、応用科学、農学関係の学問を教えられた。なお、豊吉の卒業論文は、日本の絵の具に関する研究の論文であった。1878年に大学を卒業。 翌年の1879年には、文部省に選出されて1879年から1882年までの3年間に、わたって、イギリスとドイツに留学した。イギリス留学では、マンチェスターのオーエンスカレッジで科学の教授を務めていたイギリス出身の科学者、ヘンリー・エンフィールド・ロスコーから、無機科学を学び、ドイツ出身の科学者、カール・ショルレンマーからは、有機科学を学んだ。 豊吉がイギリスに留学していた時代では、有機科学の研究はドイツが進んでいたため、豊吉は自ら願い出て、ドイツのフンボルト大学ベルリンへと転学し、海外留学最後の1年を、ドイツ出身の科学者、アウグスト・ビルヘルム・フォン・ホフマンから学び、応用科学を収めた。帰国後の1882年からは、東京大学理学部の講師を務め、占領科学について、 講義をする傍ら、文部省の御用係として働いた。1884年には東京大学教授に就任し、1886年からは帝国大学の発足とともに、東京帝国大学工科大学応用科学科の教授を日本人として初めて担当した。 また同年の1886年、豊吉の権利によって理学部が分離されて、工芸学部が新設され、工芸学部でも教鞭を取った。1888年に工学博士となる。1893年に講座制が施行されると有機化学工業を教えた。教授を退職する1903年まで約10年間、 豊吉は特に染料や染色について研究した。1891年から1895年まで天然の藍からインディゴを製造する研究を東京科学会誌に発表した。また、1900年頃には科学教科書という本を表して科学者である桜井城にとともに科学語彙という著書も表した。1903年に教授を退職。同年、 東京ガス株式会社初代社長を務めていた渋沢栄一から混成されて東京ガスの常務取締役を務め1909年から1914年まで東京ガス社長に就任して技術指導に当たった東京ガス社長として務める10年間豊吉は原料炭の配合や競争している企業との併合などガス事業の確立に尽力した 1914年に東京ガス社長を退職し、この頃の商務省に設置された科学工業調査会の筆頭委員となって、科学工業の育成に尽力した。1915年から1924年にかけては、東京工業試験所の第二大所長を歴任し、東京工業試験所の拡張や整備に当たった。1910年から1914年にかけて、工業科学会の会長を、 勤めていた時に会長として、日本の科学工業のこれからについての意見を述べ、第一次世界大戦中の科学工業に大きな影響を与えた。この間、ソーダ工業や占領工業の進行に努めた。1920年頃に勤めていた大学を辞職し、1923年3月10日には、学士委員会員に選ばれた。 1937年9月27日に亡くなる、八85歳没。次男道の妻千代子は、正木直彦の次女。次女千恵の夫に、水大村村長、田村京介。学府は翻訳家の渡辺敦氏、義理の叔父に発行だ山、雪中公軍遭難事件で、死亡した、青森第五連帯大隊長、山口翔佐がおり、総村は、お笑いタレントの高松奈々である。 なお、渡辺厚氏の長男、渡辺作も、東京ガスの役員であって、一族のつながりが見られる。渡辺厚氏の死去の際には、高松と吉と、鳴沢智之の連名で、死亡通知を出している。またおいに、パスツール研究所出身の医師で、カトリック神父となり、結核療養所、会場料を設立した、戸塚文教がいる。ありがとうございます。